皆さんこんにちは。占い館ルーチェ所属占い師の愛です。本日は私がいつも動画で使っているタロットカードを紹介していきたいと思います。本日の BGM は、オペラルサルカより月に寄せる歌という曲を歌ってみました。チェコ語のオペラでして、頑張ってチェコ語で歌っております。皆さんまた歌声でも癒されていっていただければなと思います。私が使っているタロットカードはアルケミアタロットというタロットカードなんですけれども、この絵柄がですね、とても美しい絵柄になってます。これが0番の、愚者ですね。はい、この愚者が今から駆け出そうとしているこの崖の先がですね、この地球や宇宙やこの太陽がありまして、まさにこれから何が起こるか分からない。でもこの光が差し込んでいて、希望に満ちた様子がすごく見て取れますよね。これとても好きな絵柄ですね、このカード。はい、でマジシャンのカードですね。はい、これもとても宇宙の中にあるようなとても神秘的なカードですね。はい、で、女教皇のカードですね。これもとてもちょっとこう見えますかね、表情がとても知的な冷静な感じのね、表情をしております。そうで、このカードとても好きなんですけれども、エンプレスですね、女帝のカード。はい、これがですね、とてもこのさっき の女教皇とは打って変わって、このとても優しい顔をしてるんですよね。慈愛に満ちたそんな顔をしております。そしてこの色使いがすごく鮮やかで花のあるとても美しい女性のカードですよね。はい、とてもこの絵柄が好きなんですはい、これが皇帝のカードですね。はい、とても威厳を感じます。これが司祭のカードですね。これもすごく神々しい。そしてこのまた何とも言えないこの表情してますね。でこれが、ザ・ラバーズ、恋人のカードですね。はい、この恋人たちの表情がちょっと初々しいんですね。はい思わずおずおずと触れ合うは指と指という感じで、ね、歌いたくなってしまうようなそんなカードです。これはですね、戦車のカードですね。はい、これもとてもこの勇ましさが伝わってくる、そんな絵柄ですね。はい、これが、力のカードですね。はい、このライオンを手なずけている女性の表情がすごく優しくてですね、優しいけどこのライオンをしっかりコントロールしてる、すごいね。このそしてこの花びらがすごく舞ってるところがね、私はすごくねこのカード好きなんですけれども、はい、とても美しいですね。はい、でこれが忍者のカードですね。はい、とても知性を感じますね。はい、で運命の輪のカードですね。うん、これもいろんなものがこう絡み合ってる、そんな様子がすごく見て取れます。これがジャスティス、正義のカードですね。このこの正義のこの方がですね、まさに裁きを下そうとしている、そんなこの顔がですね、そんな表情が見て取れますね。でこれがツルシビットのカードですね。これもとてもこのこれがこのひらひらしたこの布が私のお気に入りポイントですすいません、こんな感想で申し訳ないですが、はい、これはですね、死のカードですね。はい、死のカードって何ですか、新しいものに行くためにこう過去を断ち切るみたいな意味があると思うんですけれども、このカードですと向かっていく先がすごく明るくなってるんですよね。
あの後ろは暗いんですけれども、この明るくなってるんですよね。このあのこれがすごくあの分かりやすいなと思って、あの気に入っているポイントです。はい、節制のカードですね。はい、これもこのあの水の流れがすごく綺麗に見えていて、でこのあの女性の表情もいいですね。このカードの何が好きって、すごくあの表情が豊かなんですよね。それがあのこのカードをあのよく使ってるあの理由になりますね、私。でこれは悪魔のカードですね。はい。で、タワーのカードですね。これもなんかすごく ものすごいあの衝撃を受けますよね。このあのバベルの塔みたいな、すごくあのもうこの世の終わりのようなあのそれカードですね。はい、スター、ザ・スターのカード、私これがすごく一番好きでですね、この女性が星に向かって祈りを捧げている。あのオーソドックスなタロットですと、この、 あの星を見上げてはいないんですけれども、下に書かれている女性は、これはすごくこの星を見上げていて、このまさにあの星に祈りを捧げている、そんなあのこの状態がとてもですね、あの心に来るというか、はい、これが一番このタロットの中で好きなカードですね。はい、とても綺麗です。でザ・ムーン、月のカードですね。これはあの幻想的な感じで描かれていて、でこれを次のカードとちょっと比べてみたいんですけれども、はい、この馬に、同じくこの馬に乗ってるですよね、このあの人が。で月の方はこのベールをかぶっていて、あのまだちょっと家にこもるような感じを見受けられるんですけど、この太陽ではもう全てをあの解き放って、あの喜びを表現してる。これこの感じがすごくあの対比としてすごく分かりやすいなと思っています。はい、この太陽のカードもとてもあの綺麗ですよね。そしてこのあの月と違ってあのすごく明るいパワーを感じるカードになってます。でジャッジメント、審判のカードですね。このカードもあのこの下にいる人たちがすごく希望に満ちていて、であの天使がですね、まさに救いに来たと、そういうようなこの慈愛に満ちた表情をしてますね。はい、これもとてもあの分かりやすくてあのいいと思います。でザ・ワールド、最後世界のカードですね。はい、これもあの花の中でこの女性が舞っている、これもとても美しいカードです。この花びらが舞っているところがね、私とても気に入っております。はい、本日は、私が使っているアルケミアタロットをあのざっくりと、あの本当にざっくりとですね、私があの気に入っている絵柄とかを紹介しただけだったんですけれども、はい、ただあのこの絵が綺麗だったので、あの全部ちょっとね皆さんにねお見せしたいなと思って、あのこの動画を撮ってみました。はい、タロット欲しいけどどんなものを買っていいかわからないという方がいらっしゃいましたら、この動画も一つの参考になればなと思います。はい、とてもねあの綺麗ですよね。この今見てる感じでも、この全部今大アルカナ全部並べてみたんですけれども、はい、とてもあの美しくて、あの神秘的でね、あの私はとてもあの読みやすいカードだなと思ってますので、ぜひご検討ください。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。占い館ルーチェは2022年3月21日宇宙元旦の日にオープンを予定しております。ご予約の方は3月18日よりもう開始しておりますので、この動画の概要欄にありますルーチェのホームページの URL からぜひぜひアクセスして、見てくださいますと嬉しいです。ルーチェではズームにて鑑定を行っておりますので、占い師の顔を対面
とあまり変わらない状態で、見ながら占っていただけますので、その点ご安心いただけるかと思います。個性豊かな占い師が多数在籍しておりますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいましたらとても嬉しいです。なお TikTok や、Instagram もオープンしておりますので、そちらの方もチェックしてみてください。高評価ボタン、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。さようなら。